リンリンハローパラレール、リンリンパラレールのリントです。イエイ。今日は私たちが毎週木曜日行っているラジオ生放送テンションの暴力のお便り募集告知動画になります。なぜこのような動画を出そうかと思ったかと言いますと、YouTube は見ているけれども、Twitter は見てないよっていう方向けにこの動画を撮影させていただいております。はい。で、こちらのラジオ生放送がどのようなものかと言いますと、毎週木曜日、夜10時から、およそ1時間ほど行っているラジオ生放送になります。メインパーソナリティとして、秋山千春ちゃんと小津ゆきちゃんをお迎えし、私たち3人で行っている定期生放送になります。こちらの方でトークテーマを募集させていただき、そちらのトークテーマに沿ってお話しさせていただいております。来週のお便りのテーマは、新年の抱負という形で皆様の新年の抱負をお待ちしております。ぜひぜひお便りお願いいたします。私たちのね、新年の抱負とかも一緒にお話できたらと思うんでよろしくお願いします。それ以外にも、私、リントの担当コーナー、リントの元気の暴力という形で、私が皆さんを雑に励ましていくコーナーと、大津ゆきちゃんの幸せの魔法というコーナーで、お悩み相談コーナーも募集させていただいております。そして、秋山千春ちゃんには、私のこのテンションの暴力の、お便りコーナーや、メールの担当をさせていただいております。こんな私たち3人で行っているテンションの暴力は毎週木曜日10時からやっております。お便りは概要欄から、リンクありますので、そちらのリンクよりフォームで送っていただければと思います。ということで、ここまでお送りいたしましたのは、リンリンパラレルのリントでした。イエーイ!バイバーイ!概要欄からお願いね。